こここんなことで悩んんなとと悩だありませんかクライアントが行動をしてくれないクライアントが行動して結果を出してくれないこういったね悩みもしあなたがコーチコンサルタントといった仕事をやっている場合にこんな悩みを持ったことがあるかもしれません <music> もしクライアントが行動してくれない そういうふうに思ったときに考えるポイントまず2つありますまず1つ目それはクライアントが求めているものそしてあなたが提供しているものここがマッチしているのかここはまず最初に考えるべき重要なポイントですでこういったケースが起こる場合っていうのはあいくつか考えられるんですけども例えば あなたが商品を提供する提供者でマーケティングは他の人に頼んだ場合コピーライターあるいはそのマーケティングの全体的なプロモーションを考えるプロデューサーの人にあなたの商品のコンセプト作りから実際の集客販売までのフローをお願いしたこういった場合にこのクライアントが求めているものとあなたが提供するものとの間にズレが生じるギャップが生じるということが起きます。 このまあ、なぜです、ね、そういうことが起きてしまうのかというとクライアントさんというのはそのマーケティングを作った人のコピーライターの人のコピーであったりとかあるいはそこのマーケティングでプロモーションの中でそのプロデューサーが考えた動画であったりそういったもの,というのを見てそこに対してクライアントさんが期待値を持って期待感を持って商品を買ってくるわけですね。 例えばそのクライアントさんの期待値が10だとしましょうで実際にあなたの商品の提供するものが3だった場合はここは10と3の間に大きな幅が出るわけですこういったことができたこういったギャップがある場合こうしたケースっていうのはですねクライアントさんは最初の時点でこれは思ってたものと違うなという形でここでですねギャップをしてしまって離脱してしまう離脱してしまうせいで行動をしない。 そこで結結果果がが出なないいいとっった結果になってしまいますそれ一つ目のケース,で 2, つ目のケース2つ目のケースはあなたがそのクライアントにその商品サービスを提供する際に提供しすぎてしまうえつまりですねそのあなたが例えばその商品のサービスを提供する場合においてたくさんのものを一度に提供してしまうと そのクライアントさんというのはボリュームに圧倒されてしまうわけですねでじゃあそのボリュームに圧倒されるとどうなるかここで私には行動はできないこんなにたくさんのこと一度にできないと思って行動が止まってしまうわけですそうしてしまうと結果的に何もできなくなってその結果を出すこともできないといったことになってしまうわけですねもしあなたがクライアントさんにそこで行動してもらって結果を出すことができればこのクライアントさんというのは 次回あなたが商品のプロモーションをやる際に実践者の声になってくれたりとかあとはあなたの商品の成功のケーススタディのケースとしてそういった素晴らしい実績になるわけですね。これがあることによってあなたの商品をもっともっと売れるようになっていくわけです。でもそうなるためには一人でも多くのクライアントさんに行動して結果を出してもらいたいわけです。じゃあどうやったら結果を出してもらえるのか。こここであなたがまず考えるべきことは クライアントさんに小さなトランンスフォーメーメションを起こしていってっもらうそしてその小さなトランスフォーメーションを起こしてもらうってその小さなトランスフォーメーションを起こしてもらう際にまずやらなければいけないことはクライアントのゴール設定クライアントをどこに導いていくのかというしっかりとしたゴール設定をしてでそのゴールに向かうまでのその道のりそのロードマップというのをきちんと描いてあげる。 そうすることによってクライアントさんは進むべき道が見えるわけです、ね、そしてじゃあその道を進むために一つ一つ課題を出してそれをクリアにしていくでその課題というのも一度に大きく与えすぎるとクライアントさんはそこで止まってしまうわけです。ですので小さい変化小さいトランスフォーメーションというのを体験していってもらう。 そこの小さいトランスフォーメーションを体験していくことによってクライアントさんは前に進むことができるわけですねで、前に進むことができるとより行動していくようになるわけですなぜなら自信を持つことができるからですそれを繰り返すことによって最終的なゴールを達成することができてあなたのクライアントさんはあなたの商品で結果を出すことができるそういったところになってきます、えー、ですのでもしあなたがあクライアントに結果を出してもらいたいと思ったら行動してもらいたいと思ったら まずはクライアントの求めているものをしっかりと商品として提供するということ、ここが1つ、そして2つ目、クライアントに小さな変化、小さなトランスフォーメーションを起こしていって、そして行動をするように持っていく、そしてゴールへの到達までの道のりをしっかりと示してあげる、これをやっていくことによって、あなたはより多くのクライアントの方に行動してもらい、結果を出してもらうことができるようになります。 今日も私の YouTube ビデオを見ていただきありがとうございますぜひです、ね、私の YouTube チャンネルに登録をしてくださいまた Facebook、Instagram でも情報を発信していますそちらにも登録をしてくださいそれでは次回の動画でお会いしましょう